エネルにやられて意識のないロビンちゃんが頭ぶつけないようにゾロが強敵エネルに背を向けて抱えて、ね、ローが問題児たちの扱いに慣れていくまでの過程大好き。まあね、細かいですね。細かいね。ファン火山ですね。傑作ですね。おそらくこの船は当分ワノ国へ行かねえ不運だったな、うん、いいの、あなたといると目的に着いたような気持ちになるか。いや、トキさん、うん、見てるこのマルコ見ていいね。こんな顔だったね、確かに。所長です。高橋です。モスクです。仲間がいるよ、チューブです。おーす。あれ、おーす。聞いたことある単語、どういう意味？オールオブアス、アスです。ありがとうございますではないんだ。おーすって。そう、なんかそれにもかけてそうであるけどね。はい、というわけで早速タイトル発表をしたいと思います。はい、ちょうど時間となりました。ちょっと一息願いまして、またのご縁とお預かり。再延長戦、細かすぎるワンピ&押せるキュンキュンワンピを紹介してみた。拍手いよー。ハッシュタグ細かすぎるワンピの好きなところさらす、見た人もさらす、うん、そしてハッシュタグ押せるキュンキュンワンピ2023、うん、というハッシュタグをつけて、自分が好きな細かすぎるシーンやキュンキュンするシーンを応募し発表しておりました、はい、うん、そこから延長戦をしたんですが、はい、まだまだ投稿してくれている仲間ゼロ人がいらっしゃるということでね、うん、再延長戦となっております。すごいね、いいですね。ね、2人にも追加で選んでもらったということで、そうです、はい、今回発表した方には、うん、いつもの感じでステッカーを差し上げちゃいます。こちらです、はいはい、ワンピースマガジンの特製ステッカーですね。こちら2枚集めると、はい、ステッカー所長マンになります。なんでステッカー所長マン、はい、なるほど。所長もいないとダメじゃないですか。そしたら所長はだから各々、はい、紹介した方は公式 X アカウントよりご連絡を差し上げますので、はい、確認をしていただければというふうになっております。はい、では早速いこうかな。この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋藤之介が、同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら様々な企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。 高橋の細かすぎるからいきますか、うん、はい、ヨコアットワンピースさんの投稿です。イカれる波の声ではすやすや寝てるのに、ロビンの手配書って響きには反応するゾロが面白くて好きです。おお。上のコマ見てもらうと、はい、ナミこれルフィにブチ切れてたじゃないですか、うん、ね、ワノ国出航直後ですね。そう、ワノ国出て、であの崖からバーってやったから、はい、もうふざけんなと、ねえだろうと、これジンベエはもうそれで覇王色なんじゃないかぐらいビビってるぐらいナミ怒ってるんですよ。でね、その横でゾロさん寝てるんですよね、うん、そう寝ている。ただその後ロビンちゃんがニュース食うから、うん、あら新しい手配書、うん、ってなった瞬間ガバーほんまやガバーって起きるんですよ。手配書はチェックせねばと、でこれ僕的に思ったのが、やっぱゾロって夢は何ですか、はい、世界一の大剣豪、うん、でそれそもそもなんでなりたいかって言ったら、うん、タシギまで自分の名が届くようにでしょ。クイナあ、ガシガシガシ危ない危ない、あー最悪失格。すんごいいい話してたのに。クイナね、はい、クイナです。クイナに悪名だろうが、はい、もうどうだろうが自分の名が届くまでやってやると言ってたから、ね、多分それもあるって、ある、ね、ゾロは多分手配書ってのはより気にしてるんじゃないかなっていう、うん、ゾロってだそういうなんか自分が興味あるとか、うん、はい、そういうことめちゃくちゃ敏感なんですよ、はい、僕が印象的なのはみんなでね、はい、バルコワックスなんたらかんたらみたいな話してる時に、うん、ゾロその前ずっとカーカー寝てるんですけど、バロックワークスって来た瞬間にムクって起きて、確かにね、確かに反応するんですよ。確かに素晴らしい細かさなんじゃないでしょうか。いいですね。のすけくんのチョイスした細かすぎるワンピこちら、はい、ビンスクリプションさんからの投稿です、うん、船長の狙撃指示の際、2人の立ち位置が全く同じ。だから普段の一味の時と狙撃キング状態、ウソップとルフィの立ち位置が一緒と。はい、右側の方はね、フィニエスロビーですよ、うんうん、ルフィが狙撃キングっつって、うん、あの旗打ち抜けと、ね、うん、で了解っつってあのファイアバルスターやるシーン、めちゃくちゃかっこよかったじゃないですか。で実はその遥か前、あるウソップが船に乗り立ての頃、うん、あの岩 OK っていうね、なんかの対語試し打ちするみたいな場面があったんです、はいはい、そこでもルフィ右、ウソップ左みたいな、はい、同じ立ち位置だったんで、うんうんうん、初期の2人をなんか、まあ、意識しているんじゃねえかという、なんかこのエモさね、うん、はい、なるほどね、うん、さらに言うとあの漫画は右から左に読むんで、ルフィから喋らせたいっていう。おー、いやでもそれも確かに
この回ね、所長の一言すっごいね、そうおーってなる、評価高いんですよいつもよりさらにこう視聴者からのね、この目線がやっぱりさあ、というわけで素晴らしかったですね。はい、いいですね。スクリプションさんにもシールを差し上げます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、素晴らしかったです。さあ、それでは番組チョイスいきましょうかね。はい、新ペイさんの投稿。カルメルの写真破壊するブルック、突然出てきたなって思ってたらちゃんとケーキから飛び出してた。おまあ、まさに細かい。そうか、ね、うわ細か。ホールケーキアイランド編で、はい、マザーカルメの写真を破壊するという作戦というかね、はい、あるわけですが、はい、それをブルックがいきなり出てきてやったと思っていたら、はい、ちゃんとケーキから飛び出してた。本当だわ。ムスカばりにちっちゃいよね。崩壊するラピュタから落ちてくるムスカぐらいちっちゃい。すごい細かいところバッてね。そう、実は一コマいるっていうのと同じぐらいちっちゃい。知ってた？これ。いや、これ意識してはなかった。まあ、まあね、まあ、いるだろうなぐらいの感じだよね、きっとね。見てはいるけどね。チョッパーとかナミとキャロットはまだね、鏡の中でケーキ食べたりしてる会話があって、はいはい、で確かにブルックそこでもいなかったですよね、うん、だからね。さあ、というわけで新平さんにもステッカーね、うん、差し上げておきます。おめでとうございます。おめでとうございます。次、キュンキュンしますか。あ、なるほど。交互に、前後で。あ、なるほどね、はい、高橋くん乗せるキュンキュンワンピ、はい、一つ目こちら、はい、うん、レアチョコさんの投稿です。うん、エネルにやられて意識のないロビンちゃんが頭ぶつけないようにゾロが強敵エネルに背を向けて抱えて、これね、これな、いやこれやっぱゾロを守りたいね、笑顔。ゾロを、ゾロの笑顔、まあ、出た、それは守りたい、ゾロの笑顔、この笑顔そうそう、これは絶対かっこいいじゃん、こんなシーン。いや、もうかっこいい、ね、でこれを見て僕も気づいたんですけど、はい、当然ながらロビンちゃんには刀の切れる方向けてないわけです、うん、まあまあ、ね、そうね、鬼徹両刀側じゃないんですよ。あ、そうだね、なんかこれも地味に細かい部分であるんじゃないかってちょっと思っちゃいました。呪われないように、そうえやっぱりシュンシュンシュンってやっぱり切れちゃうから鬼徹ってそんなに厳しいの。そうです、やっぱりやっぱり確かに細かいね。なんかそういう部分とかなんか感じちゃったな。あ、しかも最後の一文、背を向けてっていう、これいいですね。だからこのね、レアチョコさん的にはここがポイントだったんでしょうね。いや、ポイント素晴らしい、ここら。そうなのよ。そうですわ。だって剣士の恥だよ。ね、背中の傷。そう、一生の恥をね、背負うことかも。この時疑ってはいたけど、うん、ロビンのことをね、ゾロはね、まあ、ね、信じてないけど、まあ、まあ仲間だから。うん、さあ、どんどん行きましょうか。のすけくんのキュンキュン、どれにしましょうか。ボキュンは…ボキュン、ボキュン、一人称ボキュンだった。じゃあ、もう一番。はい、一番、のすけくんのキュンがこちら。マリモスさん、もう絶対ゾロじゃんです。ナミがゾロの新しい服を持ってきてるところ、渡し方も投げるってところ好き。ほー、ここで、まあ、ゾロがその水中でこうね、はいはい、ちょっとサメと一戦やった後に出てきて、うんうんうん、でナミがもうしかばんよねあんたみたいな感じで雑にこう投げる。くれって言われたわけでもないしね。ないです、別にもう無言で意思疎通が完璧になされているという、この波にキュンなのかな、やっぱり、うん、でもあるしね。確かにそれを当たり前に取ってるなんかゾロの感じもキュンだよね、はい、別にね、投げんなよとかってわけじゃないもんね。マリモさんにもステッカー差し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃ番組チョイスのおせるキュンキュンワンピン2023、一つ目こちら、うん、サボローさんの、はい、投稿です。このゾロチョッパーに慕われるの嬉しいんじゃん。はぁ、ということで、これ扉絵ですね。お互いに夢の中でも喧嘩してるゾロとサンジというお題なんですが、夢というか2人とも喧嘩しましたね、これ実際ね。してますね。単行本あるし、で多分気絶してますね2人とも、うん、自分が勝った夢を見ていて、まあ、サンジは、まあ、ナミにね、うん、はいはい、抱きつかれてるっていう妄想をしているんですが、はいはい、ゾロがサンジを倒してチョッパーがいるんですね。サンジにとってのご褒美ナミさん、うん、ゾロにとってのご褒美がチョッパーっていうことに対比されてるわけですよね。なるほど。ゾロはチョッパーに慕われるの嬉しいんだなっていう。あー、そうか、実はね、かわいいじゃない、この笑顔ね。ゾロ守りたい。あれ今回もサムネ同じ可能性あります。可能性ある、全然あります。チョッパーとゾロって一味の中で家族で例えると長男と末っ子なんですね。はいはい、そうですね。だからそこを面倒見合ってるっていうので仲良しな描写が結構あって、アラバスタで砂漠歩いてるときはバテてるチョッパーをゾロが引っ張ってあげたりとか、あと同じくアラバスタではお風呂入ってるときにチョッパーゾロが洗ってあげてるっていう、こう2人の微笑ましい光景って結構ありましたもんね、今は。で今思ったけど両親無傷だね、夢の中で。夢の中ではね、あ、はい、夢の中でも楽勝。あ、そうだわ。あらあらあら、おもろいな。そういうところもね、やっぱキュンキュンしますね。いや、すがってますね、この扉すごい。サボロさんって前もあれだっけ、
あげたっけ、名前を読んだ気がする、うん、はい、というわけで、じゃあまあ交互にやっていきますかね、はい、じゃあ細かすぎての2つ目、はい、じゃあのすけくんからいきますか、はい、あ、いいですか、はい、うんぶさんの投稿です、うん、チョッパー好きすぎて T シャツにウォンテッド100ベリー、いいですね、ドクタークレハー、いいですね、細かいね、細かいでしょ、これはシーンとしてはどこのシーンですか、はい、チョッパーが100ベリーになったのがブレスローザー以後ですね、うん、新しい手配書発行されまして額がまあ一応上がりました50ベリーと、はい、まあ低いんですけどまあね、まあ、50からはね倍だからね、そうですよ、倍率はすごい、単に倍、うん、でん、おかしません、はい、そう、僕はトンネルズのおかげ者なのでトークダービー、それが大橋巨泉の番組、失礼します、はい、いいよどこの僕は世代がね、世代がね世代が高さの方が、巨泉さんがオリジナルってことは知ってます、はい、よかったです、はいはい、さらに倍になりました、はいはい、で、レベリー編、はい、クレハがマリージョアに着てきた T シャツというのが、うん、モンテッド100ベリーと書いてあったそうなわけですよ、これいいね、もう速攻やんと、ね、作ったのかな、作ったでしょ、こりゃラパンに作らせたでしょ、これラパンが作ったのこれそうそう、そんな器用なのラパン、確かにね、これはちょっといいです、うん、ね、細かいですね、これ細かいね、またいいのがこのチョッパーじゃないとこいいですよね、チョッパーの顔とか、あのシルエットとかでもいいわけじゃないですか、そこバックプリントすごいかもよゴリゴリかもしれない、ゴリゴリにチョッパーかもしれない、ありえる、ジャケットで隠してるからさ、隠してるだけで、うわそのパターンか、もうそのパターンか、じゃあたかしくんの細かすぎていきましょうか、はい、2つ目では3番の子、あきらさんの投稿です、うん、口調で血のつながり出ちゃう、これは確かになんですよね、なるほどですね、そう意識してなかったんですけど、確かにオンドレってあんまり言ってるキャラいなくて、この2人が言ってる、うわオンドレって他は確かに言ってないんだ、あんま言ってないですよ、ちょっと今スッと出ないんですよ、杯がね、あーオンドレ、杯確かに、お父さん杯父、え杯父あるんじゃないの、まさかのパンでいるわ、えローラのお父さんも出てるわ、いやそうだよ、忘れないでください、忘れないで、結構唯一ぐらいちゃんと出てるちゃんパンドさん最低か、これしかも書体もね、あーそうですね、これなんていう書体ですか、ね、これはこれあの左が実はですねもうジャンプでは使っていない車検というですね、これが稲崩れと言います、稲崩れというわけで、たかしくんの稲崩れは、じゃあ稲崩れ、オンドレ、オンドレ、オンドレ、たかしくんのって、あきらさんの、俺あきらなんだけど、あきらなんだけど、ややこしい、ややこしいんだけど、今すごい、すごいややこしいんだけど、たかしがあきらとは、田中真由美さんは俺のことあきらだと思って、ブログにのすけ海鮮丼さんとあきらさんの番組に出ましたって言ってたんですよ。海鮮丼までちゃんと書いてるの、そうそう、俺は完璧だ、フルネームな、俺 O は D もないし、アキラ誰でもないアキラ、最高でしたねあれ本当に、さあというわけでそのアキラさんにも、はい、ステッカー差し上げます、おめでとうございます、はい、細かすぎるワンピの好きなところを探す、見た人も探す番組、こちら、はい、ヨムさんの投稿です、うんうん、ローが問題児たちの扱いに慣れていくまでの過程大好き、あ、まあいいですね、まあね、まあいいですね、これは確かに最初おもろかったもんな、振り回されているというのがまあ最初、うん、はいはい、ね、ここ、はい、いやこれのおもろい、パンカザードですね、ここは傑作ですね、これもういきなりよろしく頼むドン、はい、で、チョッパーを頭に乗せられるロー、そしてこの顔である、なにこれいいよね、なになにってだからまだ突っ込んだことあんまないだろうから、ない経験したことないこれ突っ込んでないんだよ、だから ね、ここはね突っ込めてないんだよね、ここまあそこからね、はいはい、ちょっと時間が経ちまして、うん、和の国ですよ、どうだった、勝手に暴れていくわけですよね、ジミーが、うん、事件しか起きねえじゃねえか、止めに行くぞバカどもっていう、バカどもって言ってるからね、もはやね、もう呼んでるね、向こうには作戦を知るロロノアヤがいる、ホールでも潰すような真似はしねえだろ、やつに手を出したら終わりだ、でめちゃめちゃ手出してて止めえっていう王トラオっていうね、王トラオこのゾロもいいな、何も気にしないもんね、王っていう、起きた何か問題でも決め手合いになった上にジャックを呼び寄せるような真似しやがって、お前は花の都の浪人担当だろうが、なぜこの栗にいるっていうのでプンプンしてるんですがゾロはてんてんてん、知りません、気にしてない、うん、島内での行動を確認したいって、キンエモンが、はいはい、どうせキン、あいつらに作戦なんて与えるだけ無駄だろ、うん、お前らがどんな作戦を立てようとも正面から乗り込むであろうバカが約2名現れる現れる、もう、ね、もう利用しだしたんだよ、だからしかもルフィだけじゃなくキッドもキッドめっちゃ面白いね、このシーンこれおもろい、バカはいいおとりになる予定通り全員最後の山道を進む、だがその兵たちもおとりだって言ってる説明に、うん、右左バカ
ここ最高です。ズニバカ。ねえ、いや、おもろいよな、いいね、やっぱこれ。突っ込み出したみたいなのは、はいはい、ところまでは話聞くけど、はいはいうん、この慣れても作戦に使い出したってところまでやっぱり、いや見てるのはこのね、ヨムさんなかなかやっぱりおもろいですね。すですキュンキュンののすけくんからいきます。はい、はい、ショウエイさんの投稿です。はい、ブルエ姉さん、兄弟姉妹たちからはドジっ子と思われてる。見下されてるわけじゃなく愛されキャラなんです。ルフィに捕まった時にみんな必死に助けようとしてたじゃないって、うん、あいいですね。ここなんですよ。1位出てくるから集結してるわけですよね、うん、1箇所にシャロト家がで、そこで、うん、なるほど納得だ、ブリュレ姉さんドジっ子だから割と捕まりやすいのよねって今までもあったんだね。そうそう、多分なんか普段からまあちょっと抜けてるとこあるなみたいな、うん、悪いとこっていうことじゃなくて、うんうんうん、ブリュレらしさとしてね、うんうん、そうだね、うん、ちゃんとみんなから慕われてる愛されてるっていう意味でこう言われてるのがいいよねっていう。なるほど、だからのすけがただつまんないんじゃなくて、うん愛すべき滑りキャラだっていうのと一緒だよね。まあまあドジっ子、ドジっ子だから。ドジっ子。たまにねちょっとだから滑りやすいのよね。たまにあのそう。割りたまに。地獄をお届けしてしまうんですよ。ごめんなさい。ドジっ子だから。そうそうそう、うん、すいません。いやでも確かに愛されてるんだね。まあいいね、その後書いてるね、捕まった時、うん、みんな必死に助けようとしてた。そう、うんうん、やっぱシャーロットの良さですねこれはね。まあ、やっぱ家族、大家族ならではというところも。うんうん、これキュンキュンします。僕もなんとシャーロット家、クリームソーダ水さん、妹を守るために必死に戦ってボロボロになりながら最後の最後まで泣きながら手を伸ばしてプリンを救おうとしているところ。おクラッカーさんですね。いやこのクラッカー確かにそうだよなっていう。これやっぱ最初見た時クザンがそもそもどうなってるか分かんなかったので、はいはいはい、やっぱクザンの方こう目がいっちゃうというか、よくよくこうしっかり見ると、うん、やっぱりクラッカーのこの家族思いのこの愛情がこのポーズに出てる。出てる。ギリギリまでこう粘って凍らされたってことですね。でよく見ると確かに号泣してるよねこれ多分、うん、多分目からこうなったのが多分垂れてるっぽい、ぽい、地面ついちゃったっぽいなっていう感じをするんですよね。しかもクラッカーだもんね。そうなんですよ、キャラクターとしてもね。そうなんですよ、まあ、サバサバというかね、うん、なんかトゲトゲしてるようなイメージもあるキャラだったんですけど、でもやっぱり家族思い、妹も、うん、ブリュレは凍ってないから守ったんですね、これブリュレは。あそうかもしれない、ブリュレを守ってで、それもあると思います、ね、ブリュレは凍ってないからと、うん、なるほど、それはあるかもしれない、うん、というわけでクリームソーダ水さんにも、はい、ステッカー差し上げます。おめでとうございます。さあ、じゃあ番組のキュンキュンですか。はい、もちもちさんの投稿。おいしそう。もうここのやり取りのすべてよ。いいね。おでんたちを見守るマルコたち、マジで可愛すぎる。ああいいね。ここね。あもうまさにキュンだもんな。格好編ですよね。いやそうね。素晴らしい。いやそう、ね。マルコたち行くのがいい。そっちね。うん、意外とワンピースこういう会話ないと思うんですよ。うんうん、はいはい。おでんの男らしいかっこいいところだよね。まずね、うん。おそらくこの船は当分ワノ国には行かねえ不運だったな。いいの。あなたといると目的についたような気持ちになるから。いやトウキさん。うん、これもうこれすでキュンですよ。いやもうこの時さもうだって攻めてもんね。ほんまにこれは一個アタックですよ。アタックしてるよね。もうこんなのスパンと。なぜだろうなっていう、おでん鈍感だから。もう憎いだからもう。で時はなぜか知らね。見てるこのマルコ見て。いいね。こんな顔だったね確かに。あの初期のマルコこんなだった。こんなだったこんなだった。若い時のマルコたちですね。ねこの下見てください。じゃねえわ。ジョズも良くないですか。ジョズかわいい。ジョズだって今顔めっちゃごついのよ。ごついよ。こんな顔してないから、ね、乙女やなんかツヤツヤだもん今この時。何も知らないね、うん、いいね猫まむしが。猫まむしね。おいおでん様はどこに。この笑顔守りたい。やめなさい、ね、いい笑顔ですよ、うん、でも何も考えてないから。何も考えてない。行くなやっぱ猫っていいね。ビーストちょっと頬を赤らめてますよ。分かってたからこの3人は分かってるんでね、うん、4人の年齢が猫まぶしが一番最年少で10歳なんですよね。猫まぶしこの時10歳か、うん、この時マルコが15歳。マルコ15歳、うん、15歳。はい、そうですね、まあまあ、ジョズが12歳。ジョズ12歳。まあまあもう中学。おろ、でビスタが17歳。ビスタ17歳、大人だ、なるほど。その年齢見るとおもろいですね確かに。うわ、どうですか補足、他大丈夫ですか。いやもうなんかもう野暮ですね。ここ何か解説野暮だった。なんかもう野暮です。いくら止められちゃう。野暮の巣になっちゃう。野暮の巣になっちゃう。やめましょうそれはもう。デーン！りゃっ！細かすぎてもキュンキュンも残り一つずつということで。お、番組から一点にしますか。あ、わかりました。はい、わかりました。ここからね、ちょっとまた変えて。うん、番組の、細かすぎて、残りの一つ。何なの？1ですね、こちら。お願いします。
お、同じく。え、同じ方？ヨングさんの投稿ですね。2枚抜き？すげえ。そんなことある？今気づきました。カードもできんじゃん。やるやん。ステッカー少女マンできる。目覚めた時、絶対帽子を探すのに、デイビーバックファイトの時はゲームの勝敗を気にした。はい、最高だね。細かい。いやもうこれ本当に。コバラティ編。うん、ここはまずそこに。絆創膏のデカさにね。やっぱね。いっちゃうんですよ、メガネ。絆創膏で何でも治ると思ってる説、ね。本体でいいやん。アラバスタ終わりですね。はい、いやよく寝たって言った次。うん、あ、帽子は帽子。あ、帽子。腹減った朝飯と帽子は、うん、この2つを聞きますね。うん、やっぱ帽子大事ですよ、ね。うん、さあそしてこちら。見逃します、うん。やっぱりすぐ。あ、帽子がね。うん、さあそして次。ここですね。デビューバックファイト終わりました。はい、気がついた。ん、あ、あれ？ゲーム？ゲームは？お、俺勝ったと思ったのに夢か。これですよ。いいね。ここいいね。デビューバックファイトだけはこのいきなりゲームはどうなったんだということを気にしてると、うん、まあ、だからそれだけやっぱり仲間、うん、だよね。だから仲間をかけて戦って、うん、勝ったのか負けたのかということをすごく気にしていたということ、はい、というわけでね、うんぶさんなんと2枚抜き、うわ、のすけ賞と、はい、番組賞2つゲットしています。ってことは、ってことは所長がいると、なんとステッカー賞ちゃうまたまにね、ちょっとだから滑りやすいのよね。さあというわけで、はい、番組賞はこちらでございました。たかしくんの細かすぎて最後に1つお願いします。はい、はるきさんの投稿です。うん、チョッパーの角を受話器みたいに持つ親分。これめっちゃおもろいっすよね、これ。受話器みたいに持ってる。いや俺これ気づかなかったわ、読んでて。この面々はミロワールドにいて、はい、でルフィは、サンジとの待ち合わせがあってって言って、うん、最後サンジとこう合流して、はい、でこのミロワールドの鏡とサンジとルフィと会話してるってところで、はい、鏡持ちゃいいのに、別に鏡持てば電話できるっていう通話が、うん、なのにチョッパーを持ってるっていう、うん、怖っけーっていう。チョッパーの顔がねスーンってしてる。受話器に徹してます。徹してるもん。やっぱここのシーンってさ、うん、絶対に許さないのページじゃん、はいはいはい、ナミに言われちゃってドス、うんうん、ここが結構印象深いから、うん、会話してるだけのところにはちょっと目がいってなかったね。いってなかったですね。いやというわけでね、はい、春木さんにもステッカーをプレゼントします、はい、おめでとうございます。面白かった。細かい、やっぱ細かいわ。さあではのすけくん、はい、細かすぎるサラストお願いします。はい、チュリウさんの投稿です。やっと自由になったのに誰からも相手にされなくて、誰か寂しがってるやつがいないか木の陰からこっそり覗いてるシーザーがバカ大好きです。いいねこれはね。いいね。まず気づくだけで大変ですよ。確かにこれすごいよね、うん、これいやカラー版の人もよくちゃんと塗ったよね。ホ、うん、ールケーキアイランド編の結婚式がめちゃくちゃになっちゃって、あのホールケーキシャトがさもう倒れて、はい、ガシャガシャなって、で逃げるぞーなってる時シーザーが心臓返されて、うん、もうどっか行けよと、もうねようやくですよ、うん、何巻かかったのかってことですね。結構経ちまして、ね、ったよ。でお払い箱にされて、うん、でもなんか気にかけてるっていうずっとおーいって言ってるんだね。どうかそう、声は聞こえてるんですけど、あ、誰も相手にせず、結局この後ホールケーキアイランドに残って表紙連載に繋がるわけです、はい、そうだよね。ちゃんとしっかりできてるなっていう、出れなくてね、うん、ということでチュ・ディ・ウさんにもステッカーを差し上げます。おめでとうございます。さあというわけでもうラストになってしまいましたが、はい、じゃあキュンキュンは番組のすけたかしの順でいきましょうか。わかりました。番組チョイスラストのオセルキュンキュンワンピ2023分はこちらです。エースケワンピースさんの投稿、うん、ルフィの人間性。おー、シンプルですね。当然ね、ルフィの人間性いいわけですけども、うん、ここのシーンですね。助かるよシシマムシ、シシリアンだってね。俺忘れてねえから、お前らが命がけでライズを守ったこと、ありがとう言ってくる。そしてこのちょっとした涙。だからこのね、ルフィの、なんて言えばいいんだろうね、これね。いや、本当人間性っていうのがぴったりくる。マジでぴったりです。なんだろうね、なんかそのなんかその恩着せがましい感じもないですもんね、うん、本当に忘れてねえって話なんだよね、うん、当たり前にみたいな。確かにルフィって絶対ありがとうってちゃんと、うん、とにかく言いますもんね、はい、他のキャラもそうですけど、やっぱルフィって結構ちゃんと言うから、まあ、特にルフィが言うね、うん、ありがとう。これしかもこれしかも第1000話でしょ。そう、1000話激アツ、うん、第1000話麦わらのルフィの1ページ目の冒頭なんです。だからめちゃくちゃ記憶に残ってるんです。そう、というわけで、はい、英介さんにステッカーを差し上げたいと思います、はい、さあでは高橋くんの緊急ワンピお願いいたします。はい、ピカちゃんアットマークさん、キュンキュンどころか
惚れた。シンプル。まあね、この企画のど真ん中来た。だからあくまでキュンキュンワンピなんで別に細かくなくていいんですよ、はいはい、そういう意味で言うともうここだよね。もうワンピだからこの要はね恋愛要素とかそんな濃密に乗らないですけど、はいはい、これ少女漫画ならもうドキュン、もうズキュン、ズキュンよ、ズキュンですね。この前のセレブからだからビビが私の声もう誰にも届かないんだよ、うんうん、って言ったとこをもう全部包み込むこのルビのセレブ、俺たちっていうのもいいね。そうそうそう、でそれがもう逆にもっとキュンですよ。ああ俺俺じゃないのがもっとキュン。なんかお前は俺の女だじゃないから誰だそいつ怖そいつ闇ルフィが闇ルフィ怖い。ルイの言ってるのはこの物理的に今声が聞こえてるよっていうことじゃなくて、じゃないですね、お前の悲痛な心の叫びを俺たちは聞いてるんだよ、うん、知ってるんだよっていうことだよね、うん、そうですね。ひかちゃんアットさんにもステッカーを差し上げたいと思います。おめでとうございます。さあというわけでなかなかやってまいりましたがラスト一つですね、はい、ここまでいいのいっぱい出ました。ルフィルフィと続いてまいりまして、ね、これはもうのすけくんの選んだやつに締めてもらいましょう。はい、さあそれではのすけくんのキュンキュンワンピラストこちら。さあ行きましょう。ペンネーム知恵蔵さんの投稿です。あれ、いっぱいあるけど、うん、まずはマシラたちがナクロアを探しに旅に出たけど2年経ってもルフィがあげたヘラクレスを大切に飼育してたこと。猿山煉獄バザーイバザーイバザーイ。食いじめです。はい、一応解説いいですか。これ、はい、嫌いですね、はい、ジャヤで、はい、ルフィが、うん、サウスバードをね探しに行ったんですけど、うん、帰ってきたと思ったらヘラクレスをですね取ってきて猿山煉獄にお前らこれあげるよ言うて、お前めっちゃいいやつだ、めっちゃいいやつだ、いいやつじゃないかなんて、なんかだってもうワンピースとタメ張るぐらいのものですよ。これ難しいってこう言ってましたよね。悩んでた。でこのルフィのあの険しい顔で、そんなヘラクレスをどうしたのかと、うん、ちゃんとそのアフターストーリーまで書いてくれていた。それが表紙連載こちら。クリケットたち新しい旅に出たんですが、なんとその旅に一緒に同行させてるというね。これいいね。細かいしキュンキュンする。まあ分かるよもちろん、うん、全然キュンキュンするんだけど、うん、ラストこれ、はい、やっぱ栗に始まり栗に終わるんだな。始まってねえし栗に。栗締めなだけ。まずはって言ってたのって。どういうこと。知恵蔵さんもまずは。知恵蔵さんも他出してた。栗スタートなんですよ。栗スタート。知恵蔵さん栗スタートですから。さすがやだって。いっぱいあるけど、うん、まずは、まずは。そうだよね、いっぱいある中でまずこれか。素晴らしい。知恵蔵さんちょっと大丈夫でしょうか、うん、心配。知恵蔵が心配です。まあ、というわけでね、もちろん知恵蔵さんにはじゃあ何も差し上げないということで。ダメです、あげて。いっぱいあげて、いっぱいあげて。甘栗抜いちゃいました。甘栗抜いちゃいました。まあちょっとね、時間がどうもいくらでも足りない、うん、この企画、うん、まあ、大好評だし我々も楽しいということで、はい、うん、2024年も仲間ゼロ5参加型企画を継続したいと思います。ハッシュタグ変えます。おお、何、何、はい、一つ目、おありったけのキュンキュンワンピ2024。ちょっと変えただけ。おや、ちょっと変えただけ。おやおやおや、全然違います。全然違う、うん、内容聞くまで分かんないから、はい、まだありったけのキュンキュンをかき集めてきました。一緒じゃねえかい。一緒じゃねえかい。ほぼ同じじゃん。ということで、まあ、キュンキュンワンピを継続してやってきますので、はい、ぜひ皆さん応募してください、はい、そして、はい、もう一つ、はい、こちら、細かすぎる、おウソップの好きなところさらす、見た人もさらす、2023年の振り返り会でゲストでカッペさん来ていただきましたが、細かすぎてとかをキュンキュンの話をしたら、今度やるとき呼んでよと言っておりましたね。ということで試しに一回ウソップ限定で、だからこれはちょっと1年間やるかどうか分かりません。とりあえずやってみます。もしかしたらカッペさんも選んでくれるかもしれないので、皆さんぜひ届け、どしどし応募してください。これ熱いな。4月ぐらいに生配信とかできたらいいのかなとは思ってます。どしどし X、括弧旧 Twitter にハッシュタグをつけて投稿してください、はい、お願いします。そしてですね、前回も募集したんですが、概要欄に書いてある住所にファンレターとして送るのも OK、 はい、はい、ぜひ気軽に応募してください、はい、ハッシュタグ企画書いていただくのもいいですし、うん、もちろん番組へのファンレターもお待ちしております。お待ちしております、はい、どうでした、やってきて一応全体の振り返りです。楽しいですね。楽しく定常したのが嬉しいです。そう、定常企画になったのが。定常、定常っていうの、なんていうんだい、レギュラー企画、定番企画、定番企画、だからアキネーターに続く、はい、このね、モスケ君どうでした。はい、登場人物多ければ多いほど絡みもいろんなキャラ同士あるし、うん、でもやっぱ細かいポイントも生まれやすいのかな、うんうん、100なんかありますから、うん、全体からそうそうそう、広く幅広くね、うん、
思います、はい、それでは次回もこの動画に仲間がいるよ。ワンピース仲間がいるよ YouTube では今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。